山田隆一山田隆一から1919 19年3月8日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中上13位。山口県の平民、山田三つ四郎の次男として生まれる。1885年2月、分家し、一家をなす。1888年7月28日に陸軍士官学校を卒業し、陸軍将尉に任官。 1891年11月、陸軍大学校に入学したが、日清戦争出生のため中退。戦後に、復興し、1896年3月、陸大を優等で卒業した。神戸府標第六連隊中隊長、参謀本部付、軍務局会員、台湾兵団部副官、ドイツ駐在部官、軍務局会員、県、 梨本宮との大付け部官などを歴任。日露戦争に第二軍参謀として出征し、孔により、君参党、孔三級を賜る。その後、軍務局下院、この絵不評第三連隊長、陸軍省副官、軍務局軍事課長などを経て、1911年9月、陸軍省省に昇進。不評第十一旅団長、陸軍不評学校長、 軍務局長、陸軍次官などを歴任し、1916年8月、陸軍中将に進んだ。1918年10月、第五師団長に就任したが、翌年3月に現職のまま広島において皇居。去年51、墓所は築地本願寺和田堀病所。ありがとうございます。